はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。わらでございまーす。はい。今回はですね、ギャラクシークラフトというね、宇宙旅行のできるね、モッドのね、紹介をしていこうと思います。紹介って言ってもね、今回はちょっと、いろいろ準備しなければいけないものがあって、その準備のね、短縮も兼ねて、今回クリエイティブでやっていこうと思います。申し訳ございません。これはね、本当に申し訳ございません。詳しいことはね、まあ、Wikipedia、ウィキじゃない、ウィキじゃない。多分マインクラフトのウィキとかでね、載ってると思うので、そちらの方をね、ご覧ください。まあ、今回ただただ、私が、このモッドをね、遊んでみたいっていうだけの動画ですね。本当に申し訳ない。ではね、じゃあちょっと早速、私、ロケットを持ったまま、このロケットに乗り込もうと思います。いきます。ほう。ほう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 。ほう。なるほど。で、インベントに燃料。燃料とかあるんだ。燃料はマックスですね。オッケー。オッケーオッケー。じゃあ、発射、打ち上げ。3、2、1。私はファラシュート持ってません。もう一度押すと 起動を押すと、遊ぶことできますね。あ、そう。持ってますよ。え、ファラシュート持ってますよね。つけなきゃダメ？いや、つけれないな。持っとけばいいか、とりあえず。とりあえず持っときます。ああ。オッケー。とりあえず持っときますね。持ってて、発射！いや、持ってるんだって。持ってるんだ、これは。いきまーす。結構長いんだな、この待ち時間が。ちょっと長いんだな、この待ち時間。とりあえず、まずね、一番近い、月にね、行ってみようと思います。それではカウントダウン。5、4、3、2、そっから早いんかい。 そっから早いんかい。あ、発射しました。あららら、あららら。早い早い早い。私はプラスモード、もう遅いわ。もう遅いわ。あ、すごい。もう変わった。なんか感じが。な、これもしかしたらもうなんかもう軌道決まってる？なんかもう。お、すごい。四角い箱だ。これが、いわゆる箱庭ゲーか。これ今どこに行ってるのかな？よくわかんないんだよね、どこに行ってるとかは。すげえ！あ、重たい。重たい。すごい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 。どこ行ってんだろうな。え、なになにこれ、あ、これ選べるんだ、すげえ！ マジか。マジかマジか、これ選べるんだ。へえ。そう。なになに？あ、それ？ちょっと暑そうだな。できるだけ太陽が遠いとか、これ言ってみますか？太陽が遠いな。多分これが月？かな？おそらくこれが月っぽいな。行こう！これは何？ これは何？あ、なんか落ちてる。え、なんか落ちてる。おう、おう、おう、おう。あ、これあれか、パラシュートかないか？もしかして。はい。着きました。ここは何？お、ちょっと待って、ちょっと待って。すごーい。低重力ってやつ？これは。すごいすごいすごい、ファンファンしてる。へー。多分これ、月ではないな。火星かな？多分地球から近いから火星あたりだと思います。へー。なんだ、こんな感じなんだ。すごい。あ、なんかある。とりあえず、ここでね、探索していこうと思います。あ、そういえば、これあったんだ。使っていこう。おそらく、必要、なん？フリークエンシーモジュール。何それ。動かないな、確かに。動かないわ。何、フリークエンシー、飛ぼう飛ぼう。飛ぼう飛ぼう。まず何か発見しました？これ卵じゃないか、もしかして。あ、落ちないんだ。へえ。多分卵だと思うんだけどな。なんか見えた。あ、これ氷？あ、氷が張ってるの？え？これ何？そんなに寒いっけ、火星って。地球よりかは、地球より暑いんだっけな。忘れた。忘れた忘れた。どっちだっけ？お！出ました出ました。これが
このギャラクシークラフトの独特のモンスターこの酸素ボンベをつけたクモとクリーパーさんでございます。あら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 、また大層なもんつけます。おお、飛ぶんだ楽しいこれあ、そうか、やっぱ無重力少ないからこんな風に飛んじゃうんだ。おお、雲だから余計遅いんだな、これ。上がっていくのが。でも落とすものは、同じで雲の糸っていうだけですね。じゃあ新しい惑星にちょっと行ってみますか。もう惑星3つぐらい行ったらもう、行動が、終わりかな自分的にもう満足しちゃうからとか。では発射します。OK。カウントダウン。15秒前、カウントダウン。スゴーサイズ321 Let's go! OK! 発射しました。あー、みんなバイ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 、みんなバイバイ。あ、気持ちました。次行ける場所がですね、これまだ行けないのかな、できないな。多分この緑のやつは行けるっぽいから、アステロディスっていうのを行ってみますね。では、レッツスタート。起きない、いけないじゃねえかね。あ、行きますね。では、新しいアステロイドス？なんか、すごい薬みたいな名前だな。アステロイドって。あれそうだね。ステロイドか。では、なんだこれ、なんだなんだこれは。え、何これ本当に。本当に何？あ、なるほどね。え、これが全部もしかしたけど、なんかちっちゃくない？惑星というよりかはえ、これがあれ目的地の星もしかしたけど、ちょっとグローストーンで明るくしますね。あ、そうか、もしかして太陽から遠いから、とかじゃない、関係ない。え、こんなちっちゃい惑星に、惑星というか、星に、すんげーいるんだけど、モンスター。あ、あっちになんか、明るいのがある。あ、めっちゃなんか明るい。うわ、モンスター、やべえ。やばいな。はぁ、あ。特に何もないな。モンスターが光ってるだけか。え、なんかいるぞ。なんかいる。防具つけるだけか。そうか。そんだけか。あ、ここあれですね。さっきの場所よりすごく低重力ですね。重力がほとんどない。お、あ、あ、何あれ何あれ。ちょっと行こう。ちょっと新しい、なんかすごいもん見つけました。え、何これ。すげえ。モンスター湧いてない。あ、氷の塊か。はあ、はあ。表面に氷が張ってんだな。へえ、こんなもんもあるんですね。いや、面白いなぁ。いっぱいあるな、なんか。いや、これあれだな。普通に、サバイバルモードでやってできる気がしないわ、俺。これ今回クリエイティブでやって正解だったな、ちょっと。しかもこいつなんか、2個持ってるし、すげえ。え、お前ら、あ、そうなの？デュアル？デュアルなの？この惑星の方がデュアルだ。飛んでくなぁ。この惑星の方はデュアルが基本の。へぇー。で、私的にはやっぱ、ハンドガンは、一丁で、十分かなっていう。まあ、意味だけど。あっちもなんかあるな、上に。これあれだね、なんか、なんていうんだろう、惑星というよりかは、ちょっとした塊だね、塊。うん。なんていうんだろう、例えるならあれだな。なんだっけあれ、ハヤブサじゃないわ。なんかあったじゃん。ハヤブサが、つい先日なんか、ハヤブサ2号だっけ ?2 みたいなのが発射したじゃないですか。あれの行く場所でしょ？なんだっけあれ、糸川だっけ、忘れちゃった。いや、あんまりちょっとニュースとかに疎いからな。あんまり詳しく見てない、覚えてないんだろう。というわけで、今回はもう、この辺で、お開きにしましょうかね。お開きって言い方おかしいか。はい。では、はい。
はい、ご視聴、あ、なんか微妙に浮いてるんだな。もしドラえもん方式かな。ドラえもんよりか浮いてるか。では、今回はこの辺で終わりにさせていただこうと思います。はい、ちょっとクリエイティブでちょっとせこいというのは、ちょっと避けてね、コメントは。はい。ぜひね、ギャラクシークラフトをやってみたい方は、リンク貼っておきますので、ぜひやってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、モッド紹介の動画を出していこうと思います。おすすめのモッドがあったら、ぜひね、コメントの方で書き込んでください。じゃあ、グッバイ、チャー。